ハンス・デルブリュック。ハンス・デルブリュックは、ドイツの歴史家、政治家、マックス・デルブリュックの父。デルブリュックは、リューゲン島のベルゲンで生まれ、ハイデルベルク大学とボン大学に学ぶ。ベルリンで死去。数年間ドイツ皇帝下のある王子の貢献教育役を務めた後、志願兵として、普仏戦争に従軍した。1885年には、ベルリン大学教授となり、また1884年から1890年まで、ドイツ帝国議会議員を務めた。第一次世界大戦終結後には、ベルサイユ会議のドイツ代表団の一員となった。デルブリュックの著作は主に戦争術の歴史に関するもので、その主著と目されるのは、ゲシヒテ・デア・クリグス・コーンスとイムラーメン・デア・パリティション、ゲシヒテである。他の著作には、ダイ・パーサー・クリッジ・ウント・ダイ・バージェン・ディック・リッジ、ダイ・ストロタジ・デ・ペリクレース・アー・ロータート・ディ・ヒダイ、ストロタジ・フリードリックス・デ・グローセン、ダス・レーベン・デ・フェルドマー・ショールズ・グラフン・ナイト・ハート、フォング・ナイゼナウがある。デルブリュックは、現代軍事史家の草分けの一人である。その研究手法は、古代資料への批判的な検討、人口学、経済学など、周辺学問の利用による、分析の進化、時代間の比較による、軍事機構の進歩の追跡というものであった。古代戦に関する彼の結論は、それまでの説を一新するものであった。デルブリュックは、古代の軍に関する数字が、各種の文献において大きく誇張されていること、そしてほとんどの文献の記述に反して、戦闘の勝者は通常敗者よりも兵力が大きかったことを示した。また史上極めて有名ないくつかの戦闘について全く新しい見解を述べた。彼の説では、諸蛮族に対するローマ軍の優位性は、規律や高度な戦術よりも、むしろ兵団上の支援にあったとしている。つまり、ローマ軍は非常に大きな軍を戦場に送り維持することができたが、これが諸蛮族には真似できなかったというのである。中世の戦争に関するデルブリュックの説にはもう少し異論が多い。彼は騎士と騎兵とを区別し、中世の戦士は個別に戦うだけで他と協力して戦術的な意義のある部隊を形成できなかったとしている。しかしこの説は後の学者たち、特にベルブルーガンから反論を受けている。近世の戦争に関するデルブリュックの説には、クラウゼビッツの影響が見られる。彼は、戦争において、可能な戦略を、消耗戦略と、殲滅戦略の二つに分けた。そして、どちらを選ぶかは、兵力の相対比較のほか、政治的、経済的な制約要因によるとした。彼は、この分析手法を、フリードリヒ大王の諸戦争に当てはめ、フリードリヒのプロイセンは、兵力の劣勢から消耗戦の戦略を取ったと結論した。しかしこの時代の戦争に対する検討では、スペインの諸戦争を全く扱っておらず、この点で不満が残るものである。デルブリュックはまた、第一次世界大戦における自国の戦略に非常に批判的であった。ドイツは東部戦線での勝利を目指し、西部戦線では小さな目標をいくつか取って、講和を求めた方がずっと良かったはずだと語った。これは、デルブリュックがかねて述べていた、軍事的な動きと政治的な動きとを統合すべきだという一般原則の実例である。全般として、デルブリュックの仕事は、軍事史を一般の歴史の枠組みの中で捉えようとしたものである。彼は、戦争を様々な社会の文化的特徴の一つであり、経済、政治のシステムに影響を受けながら段階的に進歩していくものとした。デルブリュックの著作はかなり長い間英語に翻訳されることがなく、ために英語圏の専門軍事理論家の間では、例えばクラウゼービッツほどの高い評価を得るに至っていない。ありがとうございます。